皆さん、こんにちは。アプタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は、インサイドピッキングとアウトサイドピッキングというものを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。インサイドピッキングとアウトサイドピッキング。まあ、正直なところ、ギターの練習をする上で、こんな知識は全く必要ないんですけれども、興味があったら、覚えておいてもいいかなと思います。覚えておくと何かしらいいことがあるかもしれない、かもしれないし、ないかもしれない。やってみましょう。今回も画面ドン。画面のズババババーンとピクチャーインピクチャーもしながら、音もお見せしながらやっていきますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは早速ギターを取っていただいて、構えていただいて、まず、ちょっと練習フレーズを弾くところからスタートしましょうか。練習フレーズ。4弦の5フレットを人差し指で押さえて、で、その後、4弦の5フレットから6フレット、7フレットと言ってください。5、6、7。で、その後に3弦に移って、また同じように5、6、7と弾いていきます。5、6、7。こんな感じです。6個の音があるわけですね。で、これをオルタネートピッキングで弾いていってみましょう。オルタネートピッキングというのは、ダウンとアップが必ず交互になっていくようなピッキングのことです。最初の5フレットのところがダウンでスタートして、アップ、ダウン。で、3弦に移ったときに、アップからスタートして、アップ、ダウン、アップといきます。これを繰り返してみましょう。で、こう繰り返していくうちに、この一番最初の音である4弦の5フレットの音、ここがダウンじゃなくなってしまったならば、どこかでピッキングが狂っているはずなんですよ。それぞれ6個の音を並べているので、ダウンからスタートしたら必ずここがダウンになるはずだと。でも、これがどこかでそのピッキングが狂ってしまって、アップになっちゃったりとかすると、どこかで間違えていると。そう思ってください。で、これができなければ、もっとゆっくりでもいいですし、もっと早くできるようだったら、もっと早くしてみてください。でも、どんだけゆっくり弾いても、どんだけ早く弾いても、ピッキングが崩れなければ、とりあえず OK ということです。後で詳しく説明しますが、今、このフレーズを繰り返し弾いていると、アウトサイドピッキングをやっていることになります。これがアウトサイドピッキングの練習になります。オラオラオラ、アウトサイド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 。そんな感じです。もう一つ、インサイドピッキングの練習を置いてみましょう。これが、なかなかまたシンプルでございまして、弦を逆にします。3弦の5フレットからスタートして、4弦の5フレットをアップから弾き始めると、3弦と4弦を逆にするという感じですね。3弦からスタートして、4弦に行く。なので、この3弦の5フレットがダウンピッキングの開始地点になっているはずなんですよ。一般的に言って、前者のアウトサイドピッキングに比べて、後者のインサイドピッキングの方が弾きづらいと感じるはずなんですが、どうでしょうか。とりあえず、これめっちゃ速くしても、めっちゃゆっくりにしてもいいので、正しいピッキングの手順で弾けるようにすることが目標です。必ず3弦の5フレット、このスタート地点はダウンで弾く。ダウン、ダウン、ダウン、ダウン。という感じです。これを繰り返していくだけでも、それぞれのピッキングの練習になりますので、よかったら繰り返してやってみてくださいませ。とりあえず、一旦画面が閉まって、アウトサイドピッキングとインサイドピッキングというのはそもそも何なのかという話に行ってみましょう。そもそもそれ何よと。ギターをここでこうバコンと、ぶった切ったとして、横から見たとします。こうネックがあって、弦が6本こう張ってあるわけですよね。ここから見た図というイメージです。で、今、3弦と4弦を弾いているので、この場所をちょっとクローズアップ、ズームすることにします。ベベンベベン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 。そうすると、まずこうネックがあって、3弦と4弦がありますよね。1回目のほう、その前者のほうのアウトサイドピッキングに関しては、この外側から行く、弦移動するピッキングなわけですよ。最初に5、6、7と弾いたとき、
7フレットを弾いたときに、ピックはダウンピッキングになって、こっち側の方向に行きますよね。こっち側に行きますよね。こうバババッと、こう流れますよね。外側から流れますよね。外側から流れて、でその次、3弦の5フレットをアップで弾くわけなんですけれども、こういう動き。外側、外側っていう、こういう動きが、アウトサイドピッキングなんていう言い方をします。で、後者の方、インサイドピッキングに関しては、3弦5フレットから始まって、5、6、7をダウンピッキングした後、3弦の7フレットをダウンピッキングした後に、こっち側に流れて、こっち側に4弦をアップピッキングしますよね。ダウンをしてからアップピッキングすると。さっきとこの逆の動きになっているわけです。この外側からピッキングをするのか、それとも内側からピッキングするのかで、アウトサイド、インサイドとかって言い方をしているんですけれども、こんなピッキングのことなわけです。で、アウトサイドピッキングの場合、前者の方ですね。この外側からこうダウンピッキングがバーンといって、こうやっていく場合、普通にピッキングをしたらピックが自然と下に行くので、そのまま振り上げれば OK って考えになるから、割とやりやすいはずなんです。けれども、インサイドピッキングの場合は、内側からこうバーッと行ったときに、そのピックがこう下の方に行っちゃうんで、まあ、言ってみれば次に弾かなきゃいけない弦が遠くなるわけですよね。なので、ここの部分のコントロールがすごく難しいということで、インサイドピッキングは難しいとされておるわけでございます。なんとなくわかりますでしょうか。なので、この動きだけをひたすら抽出するとしたならば、この3つ目の音、前者のアウトサイドピッキングに関して言えば、4弦の7フレットと3弦の5フレットをひたすら繰り返す。コメ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 みたいな感じで、外側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 ってやると、コメコメピッキングでございます。アウトサイドピッキング。コメ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 盛り上がってまいりました。で、その次、インサイドピッキングだけを抽出するためには、パーパーピーボーン。弾くところの、この3弦7フレットと4弦5フレットをひたすら弾き続けるわけです。でも、3弦はダウンで弾いて、4弦はアップとなるわけです。ちょっとごめんなさい、画面入れましょうか。画面のズバババーンと。さっきのコメコメピッキングは4弦をダウンして、3弦をそれに対して、インサイドピッキングに関しては3弦7フレットと4弦5フレットを交互に弾くと、こっちに行って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 。となるわけです。ちょっと自分も速くなってくるとなかなか怪しい感じなんですけれども、こうやってなんかそこだけ抽出して弾くと、後者の方がやりづらいのがなんとなくわかるかと思います。ちょっとおまけで、もう1個ぐらい練習フレーズをやってみましょうか。3弦7フレットを弾いて、4弦の4弦に移って、7、5、4。で、このまま7、5、4といったら戻ります。こんな感じのフレーズ。この3弦の音、3弦の4フレットの音をダウンピッキングで弾くと難しいインサイドピッキングになります。3弦弾いてからアップで4弦弾かなきゃいけないので、ちょっと遠いと。で、この3弦4フレットをアップピッキングで弾くと、弾きやすいアウトサイドピッキングになります。ちょっとこんなフレーズも余裕があったら覚えておいて、ひたすら繰り返してみてくださいませ。3弦をダウンで弾く方が難しいはずです。で、3弦をアップで弾く方が簡単なはずです。こんな感じです。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。まあ、インサイドと言われるゆえん、アウトサイドと言われるゆえんはこんな感じです。で、なんでインサイドの方が難しいかということも分かっていただけたかと思います。まあ、これからいろんな曲をコピーするにあたって、まあ、こういったピッキングがいろいろ出てくると思うんですよ。で、このフレーズどうもうまく弾けねえぞって思ったときに、インサイドピッキングに原因があったりとかするときも、まあ、泣きにしろあらずです。で、そのときにそのピッキングの手順を変えて、インサイドのところをアウトサイドに切り替えるというのももちろんありなんですが、いや、
気合い入れてインサイドピッキングを克服してやるぜという路線もありという感じです。僕はどっちかというとそっちのタイプでございました。まあ、その日は皆さんがどうアプローチをするかはわかりませんけれども、まあ、こんなのもあるということも、こういうピッキングもあるということを覚えておくと何かしら役に立つかもしれないので、まあ、せっかくここまで動画を見ていただいたからには覚えておいていただけますと幸いでございます。以上でございます。インサイドとアウトサイド。役に立ちそうでしょうか、理解ができましたでしょうか。まあ、ちょっとね、いろいろ練習フレーズを紹介させていただきましたけれども、速く弾くのはもちろん難しいので、できる範囲の速さで、ゆっくり、確実な手順で間違いを起こさずに、繰り返してやってみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。